全国の競輪ファンの皆様、お待たせいたしました。第62回朝日新聞社杯競輪祭 G1 開催4日目を迎えました。日程折り返し戦もこの4日目なんですが、中盤第6レースからは BA の順で行われます2次予選競争、それに続きまして最終レースにはダイヤモンドレースが行われます。本日も最終レースまで熱戦にご期待ください。発走機の前には第1レース選抜1組目の出走メンバーが出揃いました。2025メートル5周回で争われます。では出走メンバー、内から順を追ってご紹介いたします。1番車愛媛渡辺哲夫、2番は京都山田久則、3番熊本中本翔英、4番は大分大塚健一郎、5番は茨城吉沢純平、6番静岡渡辺春友、7番は京都の村上義弘、8番車茨城杉森輝弘、9番は徳島小川慎太郎、以上の9人で争われます。選手会並びは4つ作られました細切れ戦です。レース形態は先頭固定競争、先頭移動員は原田玲選手が務めます。さあ、まずは9番の小川慎太郎、番手をさばけずも3番手に入りましたが、2走目は着でありました。攻める気持ちは確かな中で迎えました3走目渡辺哲夫の前でのレースです。その渡辺哲夫、うちのコースを直線でよく伸びていました初日だったんですが、昨日は展開に泣いた9着でありました。気持ちを切り替えて臨みます。そして7番車の村上義弘、今年は一次予選敗退となりました。しかしどんな流れでも戦いを捨てること、戦いから逃げることはしません。京都同士山田に任せそうです。九州勢中本大塚、そして茨城コンビの吉沢杉森の同行、組み立てにも注目の競争、第1レーススタートいたしました。さあ、まずは5番の吉沢純平が前取りへと出ていきました。1番車渡辺哲夫が2番手にいまして、2番の山田久則が3番手です。そして8番の杉森輝弘4番手、さらには3番中本翔英、その後ろには4番の大塚健一郎がいます。7番手から7番の村上義弘、車を進めていきます。選手会京都勢の後ろには6番の渡辺春友がいました。上がっていきます。そして9番の小川慎太郎も車を進めていきます。序盤戦1周回目の3コーナーから4コーナーゆっくり向かうところです。5番の吉沢前を取りまして、8番の杉森が連携します。茨城コンビ関東勢が前段です。1番の渡辺哲夫のもとには上がってきました9番の小川です。9番1番前中段3、4番手が四国勢です。2周回1コーナー回っていきます。2番の山田久則、初手のポジションは5番手です。追走は7番の村上、そして6番渡辺春友で、こちらは3車の並びです。従いまして3番中本、4番の大塚、九州勢が後方8、9番手からの競争です。2コーナーからバックへと向かいます。先頭の5番の吉沢、落車明けの今回ですがレースに遅れは取っていないようです。追っていく8番の杉森なんですが、2人は全日本選抜4日目連携して1、3して以来となります。9番の小川慎太郎が3番手にいます。初日の積極性で後ろを連れて発進いたしますか。その後ろ1番の渡辺哲夫、小川とは直前の慶応角 F1 準決勝戦で1、2があります。青番周回入りました。2番の山田久則は5番手です。この2走着は振りませんが、やるべきことはやっております。追っていくは7番の村上、いざとなれば先行も辞さない山田は好目標です。村上同期の6番の渡辺春友がさらに続いていきまして、この京都コンビプラス6番渡辺春友の連携が3車です。そして3番中本が8番手、メンバー中得点上位なんですが、一次予選競争の走りに納得はしていないはず。4番の大塚健一郎を連れまして、中本がレースを動かします。4コーナー回っていきます。3番の中本が車を前と進めていく。4番の大塚、昨日の競争は終始打ち絡まれ続ける展開でありました。さあ、まずは九州勢が前を切る。5番の吉沢が現在は3番手、ただ外からスーッと上がっていく2番の山田久則からの京都勢プラス6番渡辺春友の3車、さらにそこを目標にしまして乗って上がるか9番の小川慎太郎。さあ、小川はまずは3番手を決めにかかるんですが、ここには3番中本がいます。さあ、前中段もつれました。そして中段の並走の後ろに関東勢茨城コンビです。2番の山田久則が村上連れてかけます。3番手には6番の渡辺春友、そして外中段4番手からは9番の小川が仕掛けていく。そして後方からは5番の吉沢純平もまくっていく。さあ、まくり合戦となりました。7番の村上のブロックをまずは9番の小川慎太郎乗り越える。そして5番の吉沢純平でありますが、ここは1番の渡辺哲夫がうまく横へさばいていきます。4コーナーから直線です。9番の小川慎太郎、1番の渡辺哲夫が捉えているか。3着は5番の吉沢純平。第1レース選抜戦1組目です。2番の山田久則、後ろ2人ということで積極的なレースをしたようです。中段が少しもつれたんですが、9番の小川慎太郎が外並走からまくっていきました。
中段並走を見る展開となっていた5番の吉澤純平も仕掛けました。7番の村上のブロックを乗り越えた9番の小川、そして吉澤の仕掛け棒を合わせていった渡辺哲夫、コンビネーションプレーを見せて1番の渡辺哲夫1着、2着9番の小川、3着に5番吉澤です。決定までしばらくお待ちください。第1レースでした。決定。1着1番、2着9番、3着5番。小倉競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式16460円、枠番連勝単式16020円、車番連勝複式1番9番520円、車番連勝単式1番9番910円、3連勝複式1番5番9番1520円、3連勝単式1番9番5番4200円、ワイド1番9番260円、1番5番510円、5番9番730円。以上でございます。ただいま小倉競輪2レースの発売中でございます。ただいま第2レースの選手紹介を行っております。出走表の通り出走します。改めまして第1レースの決定です。1着1番渡辺哲夫、2着9番小川慎太郎、3着5番吉澤純平。払い戻し金です。2車単は1番9番910円、3連単1番9番5番4200円でした。その他の掛け式の払い戻し金はご覧の通りです。では第1レース、武田さんに振り返っていただきます。お願いします。はい、迷ったのは吉澤純平で、うね後ろ攻めとなった中本翔平が一旦抑えた上を山田久典が先輩を連れてもうジャン前から発進しましたよね、で4番で当然これは中本翔平も引けない、まあ当然これは9番の小川慎太郎も引けないということですけど、小川慎太郎強かったですよね、外並走から、ね、1センターぐらいからこう前に踏んでいくわけですけど、まあ、ここ力があるから負けにくるんですよね。はい、まあ、ここを寸前、結局渡辺哲夫がゴール前寸前捉えたということで、まあ、吉澤純平の方も仕掛けてこう行ったわけですけどね、行けなかったということで、まあ、小川慎太郎がこう強かったですよね。はい、はい、人気は割れていましたが、ここ本戦に挙げていただいた小川選手が、まあ、中段外並走からまくって1着となりました。はい、やっぱり出来は良かったことには間違いなかったですよね。ね、はい、